このカーブはどんどん車がこうぐっと曲がって走ってくるのを見てるの面白いですね。バスがどんどん走ってきます。さっきはタクシーがわさーっと走ってきました。ここは韓国鉄道公社コレールのトンテグ駅の2階のフロアなんですけど、ここのこのカーブはトンテグカーブと名付けましょう。こんにちは。ここは今朝のね6時30分を回ったところなんですけど、大韓民国テグ小雪市コレールトンテグ駅の前に来てます。ぼちぼち東の空が明るくなってきたといったところですかね。今日はこれから KTX にてポハンの方へ向かうということになります。よろしくお願いします。以前もトンテグ駅から、ね、列車でポハンまで行くっていう動画出したような気がするだ出したんですけれども、それはねテグ線となんだ中央線とでトンヘ線経由で、要は在来線経由で走っていったわけですね。それだと1時間半ぐらいかかるわけです。で今回はね KTX に乗っていきます。で KTX に乗っていくと約30分でポハンまで行くことができます。時間はもうおよそ3分の1になるわけですね。ですが値段は在来線経由の7200ウォンに対して1万900ウォンとそこまで高くはありません。ポハンまで行く一般的な交通手段は、高速バスがあると思うんですけれども、鉄道はねやはり KTX になるのかなと思います。一般列車の場合だと結構やっぱ時間かかりすぎちゃうんですよね。もっとも韓国の田舎の列車の車窓その風景を楽しみたいという方はぜひトンテグから在来線経由でポハンまで向かうことを強くお勧めしたいと思います。面白いですよ。途中でねキョンジ駅でスイッチバックみたいな感じでこう向きを変えたりします。私が今日乗ります列車は7時34分発だったかな。 KTX の何号だったか忘れましたけど、少なくともあと1時間以上ありますのでゆっくりできます。なお現在コレールでは鉄道労組によるストライキが行われておりまして、このように1本前の、ね、6時47分のポハン行きがキャンセルということになっております。列車の本数も、ね、減ってるんですね。3分の1ほど減ってるというふうに聞きました。昨日もこのトンテグ駅まで来る列車が遅延をしておりました。おそらくストライキの影響ではないかなと思います。列車の本数も削られておりまして、なんか2回言ってるような気がしますけど、私が、ね、乗ろうと思ってた列車が運行されてなかったので、仕方なく夜遅い10時ぐらいの列車に寄ってここまでやってくることができました。これポハン行きキャンセルになってますけど、まさか私が乗るポハン行きまでキャンセルにならないよな。もう切符は買ってるんですけどちょっと分かんないな。いや、そうか券売機でねチェックしてみて、もう一回これが私が乗る KTX の券がまだ発売されてるかどうかを確認してみましょうか。よかったよかった、出ました。 KTX の451列車ですね。山頂によって運転されます。7時34分発、8時8分後半着、ちゃんと出ましたんで運転されるみたいですね。席は結構空いてるな。これなんだ、ムグンファも出るのか。ムグンファね、ほら見てください、9時発で後半に着くの10時52分、約2時間かかってんな。このムグンファはだいぶ前乗ったやつこれだったかな、ちょっと忘れましたけどね。ところが KTX で行くと約30分で行くことができます。ムグンファ号にもキャンセルが運休が発生してるわ。 そりゃそうか、高速線在来線ともに運休が発生しているようです。今回私が乗ります KTX 山頂は2編成並結した状態でこのトンテグ駅までやってきて、このトンテグ駅で編成を分割、一方がポハン、一方がチンジュに向かうということになっています。ポハン行きが7時34分、チンジュ行きが37分ということで、前側の編成がポハン行きとなることになります。ここにもね注意書きがこう書いてあるわけですね。これ1編成走ってきた列車2編成に分割しますよ。左手の方が11号車から18号車、右手が1号車から8号車になりますよということで、その時間と行き先まで詳しく書いてあります。私が乗りますのはこの451列車、7時34分発のポハン行きです。あとはねこんな感じで、なんだ、釜山行きとチンジュ行きが一緒になったりとかもしてるのか、釜山行きと馬山行きとかね、いろいろありますけど、分割する編成は全てが KTX 山頂号で運転されます。KTX じゃなかった SRT で運行されることもありますけど、ここには書いてないのかな、全部 KTX 山頂って書いてますけどね。
そうか、 SRT だったらスソって書いてあるはずだから、これで行き先だから違うか。まあいいや、ちょっと今のは忘れてください。ということで、とりあえずこの KTX 三丁号を2編成並結してやってきて、ここで分割するということです。もちろん逆もありまして、このプサンあるいはポハン方面からやってきた列車がこのトンテク駅で並結をして、2編成が1編成になってソウルの方へ向かうということも当然行われています。それはあちらの上りのホームで行われることになります。後ろ側の編成であれば解決するシーンもご覧いただくことができるんですが、前の編成なんでね、おそらく解決したらそのまま出発していく形になると思いますので、到着したらすぐさま乗り込まなければなりません。ちょうど編成が分割される地点まで来ました。こんな感じでね、 KTX 普通に KTX と書いてあるところは9、10と書いてます。9号車、10号車が来ますよ。これは貫通のね、20両編成、実際客車は18両なんですけど、なのでここにも客車があるわけですけど、下の KTX 三丁と SRT のところは号車番号のところが塗りつぶされております。ここはいわゆる電動車の電源車、先頭車が来るところで、乗客が乗車するところではないので、このように塗りつぶされているというわけで、おそらくこれがね、そのなんだ分割するところの印じゃないのかなと思うんですけど、反対側の上りのホームが分かりやすいのかな。向こうのホームだとね、分割とか並結する場所なんで、運転士側に、ね、その並結する地点とかを伝える必要があると思うんですけど、まあ、前に編成が止まってるから分かるのかな。やってきました、 KTX 三丁ポハン珍珠行き。こんな感じで2編成が並結されていますが、ここでこの編成を分割してそれぞれの目的地へ向かいます。出発したんですけど、霧がものすごいですね。もう全然見えねえや。うわ、なんかすごい、でも幻想的な景色が広がっていますけど、うわすごいな、冬の風物詩。なんか動物が2匹ちょこちょこ走ってましたけど、これね、こっちの方向に太陽が見えるはずなんですけど、もう完全に、あ、一応見えるかな、見え、すごいな、なんかはっきり太陽がね、肉眼でも確認できるようなレベルの霧ですよ。すごい、今これどこ走ってるのかも分かんない。まだね、上をテグ線側をオーバークロスしてないんで、まだ反対側はあれかな、貨物の駅が、あ、あったまだないか。向こうがね、キョンプ線なんですが、貨物ヤードは今日はそんなに止まってないかな。あ、今度太陽がこっちに来ましたね。なかなか幻想的だな、これはいいわ。あ、たくさんタンク車が止まってます。この黄色い貨車は一体何を積むのかよく分かりませんけど、あ、すごいな、幻想的なヤードの風景ですね。そうするとこの霧の中からテグ線の効果がぬっとこう現れてくるはずなんですけど、もうちょっと先かな。それがなかなかね、面白い。あー、見えてきました。テグ線の効果が今徐々にね、ちょっとカメラで映ってるかどうか分かりませんけどね、うっすらと見えてきましたよ。テグ線の効果の下をくぐります。ちなみに KTX 三丁号にはこのような立派なトイレが設けられております。
まあ、一般的あの日本にもねありますけどね、こんな感じでこう丸く作った大きな車椅子でも利用できるトイレ、快適です。でこの椅子はね、あのなんか別に乗務員用とかじゃなくて、あの要は立ち席のチケットで、乗った人が使うことができる椅子ということになっています。あんまり数はないんですけどね。さてちょっとずつ視界が開けてきたかな。これだいぶ前に描いたこの辺りの路線の絵なんですけど、これ高速線ね、さっきテグ線がこういう風にして分かれていったんですけど、今こういう風にしてこの辺をどこか走ってるはずです。そして途中新京寺まで行かずにその手前でこのように浦項方面分岐をしていくということになりまして、そしてまた途中この中央線となった先ほどのテグ線の上を通り、でその中央線からの連絡線もこの辺で接続をして、そして浦項の方へ向かう、浦項に入ると直前で今度京寺方面からやってくる在来線との合流するというような感じになる、なかなか車窓に富む路線になっています。おお、なかなか雲海じゃないですけどね、下の方がまだもやってます。そしてこの時期特有のマシュマロがたくさん畑で育っているのが分かります。一つ目のトンネルを抜けるぞとか適当なこと言いましたけどね、もうなんか3つか4つ目ぐらいのトンネルなんですけど、まだまだ分岐はしません。だいぶでも列車の速度が落ちてきたようにも思います。もうそろそろ浦項方面へ分岐していくはずです。ちょうど今京浦の本線と分岐をしていくところに入ってきました。これ中央の部分が本線で、今左右に分かれたのが浦項線、トンヘ線だったかな、まだちょっと忘れましたけどね。このような感じで今本線と分岐をしまして、浦項の方へ向かう線路に入っていきます。これからゆっくりと左の方へカーブしていくはずです。まあ、ちょうど分かれて完全に北を向くような形になりました。これ下のこれは何だろうな、これもなんか分岐する線路があるんですけどね、ここは線路まだ敷かれてないな、ちょっとよく分かりませんけどね。これね、奥の方が上りの KTX 高速線です。そしてこの辺りでね、なんだ、京浦の在来線、京浦じゃない、テグ線、中央線か、中央線になった後の線路が下をくぐっていくはずです。アジアンハイウェイ1号線が見えてきましたので、もうすぐこの脇を中央線が走っています。これですね、ここには一応信号所があるんですけど、現在は使われていなかったはずです。この辺はやっぱりあれか、分岐の関係でだいぶ速度を遅くしないといけないんだろうな。そして見えてきました、あちらが中央線からの連絡線、線路自体はねだいぶ向こうの方で中央線と接続をしてまして、ここら辺まではずっとまっすぐ中央線と並行するような形でやってきました。そしてこの線からも線路が今分岐をしてあちらの連絡線の方へつながっていくということになっています。なんだ、路障だけできてるのは路障だけで、まだ全然線路も、あ、な、作業してるな、トラックが走ってますけどね。まだこんな状況ですね。上も当然線路どころか架線も何も離れていないといったところ、まあ、こんな立派なデルタ線に なってるんだな。今まさに工事をやってますね。わあ、すごいすごい。といったことでここで中央線方面からの線路が合流してくるというわけです。トンネルの中まで合流線が続くのか、これはすごい工事だな。今の浦項方面向かう線路の分岐地点を過ぎますと、もうあと浦項までは残り所要時間あと10分ほどといったところ、大変近いです。在来線経由だとね1時間半から2時間かかっていたところが30分なんですよね。これはすごい。7200ウォンにプラスたった3000ウォンから4000ウォン足すだけで、こんなに時間を買うことができるという画期的な路線です。こちらが京寺方面になるんですけども、京寺方面からの在来線とどこかで交差をするはずなんですが、どの辺かな、怖
今ちょうど在来線と連絡する地点までやってきました。線路が増えましたね。ここはやっぱりなんかちょっと立派な信号所みたいな感じになるのかな。ちなみにね、今ここまで来るまでの間、この高速線にも駅のようなプラットフォーム、作りかけのプラットフォーム、長さが消えていく姿様子にはちょっと足りないような、あ、やってきた、これだな。在来線が今ここでこっちにこう移ってきてということで、この一番奥の線路は在来線です。向こうに走っていきます。あれは今も多分ね、貨物線が利用してるんでしょうね。ということで、2つほどね、あ、放送が入ったな、もうすぐ駅着きますよということですけど、駅があります。おそらく今のテグ線というか、あのなんか東平線か、今のキョンジュから伸びてる線は廃止になって、で新しくこの線を通っていくことになるんじゃないのかなと思うんですよね。あのムグンファゴはなくなると思うんですけど、そのなくなった後の ITX セマール号とかが、でもし、ポハンに乗り入れるということであれば、この分岐の線路を持ってずっと走っていくということになると思います。ちょっとさすがにね、時間かかりすぎますからね。1時間半と30分じゃ全然違います。ここは京山北道浦項市、来れる浦項駅です。ここから先も一応線路は続いておりまして、この先四読というところまでおよそ40キロ線路が続きます。新しくできた線路で、2018年の長さだったかな、1月か2月かその辺だったと思うんですけど、できてまだ2年経っていません。新しい線路です。で直線でほぼ作ってありますのでね、かなり、快適な運転がされていると思われますけど、今日はちょっとそこにはね、乗る予定がないので乗りませんけど、いつか乗って四読まで行ってみたいと思います。四読から先もね、今線路を作っているはずです。東平線ということで、そのまま東平の方まで、北上していって、朝鮮半島の東海岸をずっと北へ貫く線路を作るということになっているはずです。なお四読方面へはあのように電化がねされておりませんので、気動車タイプのムグンファ号が現在は運行されています。今後どうなるかちょっとよく分かりませんけどね。それではこの動画ここまでとさせていただきたいと思います。もしね、あのこの動画が、まあ、参考になった、あの面白かったとかでもいいんですけども、あ、よかったと思われた方はぜひあの高評価をしていただけたらいいかなと思います。これね、あのとりあえずやってくれって言ってるわけじゃなくて、別にそうでもなかったら高評価なんてする必要はないんですよ。ただあの私が今後出していく動画の中でも、このどういった動画があの皆さんにこうあの好みがあるのかなというのをちょっと見てみたいということで、でも参考にするためですね。それでこう高評価の数とかでいろいろ考慮していきたいなと思いますので、私が出したい動画と皆さんが、ね、見たい動画というのはやっぱり違うと思いますのでね、そういうところをちょっと考慮したいので、評価していただければなと思います。で、まあ、よろしければチャンネル登録の方も押していただきたいなと思います。よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。